どうも皆さんこんにちは、ワッキーです。さあ今日はですね、僕の大好きな回転寿司のお店銚子丸やってきました。待ってました。約7ヶ月ぐらい前にこのチャンネルで紹介したんですけど、ゆっちは初めてだよね。僕初めてです。だよね。店舗が武蔵小杉店なんですけど、外観がねこんな感じですごいですよ。これもう昔ながらの雰囲気もありつつ、どことなくお店に入りたくなるようなねそうですね、うん、これわかるかなでなんで今回ね銚子丸来たかというと、なんとですよ、創業45周年らしいです。おだから今その創業祭っていうか、こう記念セールやってるんだけど、こんな感じでございます。オーロラサーモンが2貫で275円。次がすごいのよ、ほら11月1日から7日まで本マグロの大トロが1貫275円。いやこれはすごい。で次が宮城台というね、この3つが期間ごとでお得になっていて、で他にもこういったねセットになってるやつ、こういうのもお得になってると。で今回ね、この銚子丸さん45周年記念でさ、ポムポムプリンっていうキャラクターとコラボしてるんですよ。あ、これ上に乗ってますね。そうで、うちらさ前サンリオピューロランド男2人で行ってきたでしょ。行きました。でしょ、あなたがポムポムプリンのカチューシャつけて行きました ね中でいろいろ遊んできましたけれども、まだその動画見てない方いらっしゃいましたら、あのカード出してきますんで僕らがサンリオピューロランドで楽しんでますんで、あの見てみてください。であとね、俺銚子丸で好きなのがプリンなんだよ。まあ久々にそのプリンも食べたいなっていうのもあります。それでは久々の銚子丸食べていきたいと思います。お呼びいただいてご協力お願いします、はい、本日のお椀の方は有料ですが、はい、アラ汁とカニのスープご用意しております。はい、ね、ください。はい、あれ銚子丸変わった説明が俺前なかったんだけど。本当ですか。うん、進化してるねサービスがいいよ。ちなみにさ、この寿司銚子丸はね、千葉だよ。あなた千葉出身でしょ。千葉出身ですね。さっき食べたことないって言ったよすいません、初めてなんですよ僕。あなた本当千葉県民なのに千葉のご当地グルメ全然食べてないよ。今日から出身変えてもらっていいどこに変えればいいかいいよ、わかんないけどマグロの頬肉、はい、メニュー上にはないんですけれども、はい、今切り立ていきますので。あ、本当ですか。マグロの頬肉いいね。食べたことないですもん、これ、あ、ないの、ないの、ないですね。でその前にお茶ですよ。まあ、そうですね、これは寿司銚子丸さんのほらオリジナルの湯飲みで、今日は寿司銚子丸さん45周年記念ということで、おめでたいですから特別に3杯入れて差し上げましょう。ヤギさん結局毎回3杯になってますあなたカメラもやってるから。いいんですか。手数料もらうぞ。手数料いくらぐらいかかっちゃうんですか。3杯にかけて3万円だよ優しく押すバージョンですから。うん、これいつもやってますけど意味あるんですか。あれ意味あるんだよ。あるんですね。雰囲気大事だろ。であと今日45周年記念だからね、いつもより多く回しましょうそうなんだ。何やってんの。今から注文していきたいんですけど、今オーロラサーモンがイベントをやってますんで、こちら、これはそそるね。でオーロラサーモン他の味のやつもキャンペーンやってるみたいで、これらもねちょっと全部いっちゃおうかなと。今日はもうサーモン祭りです。でシャリも量が選べて、シャリなしも選べるんですね。で右側にねランキングがあるので、これを見ながら注文してもいいんじゃないでしょうか。ということでオーロラサーモンやってきました。俺ね、初っ端からサーモンってあんま食べないんだよ。まあちょっと今日はね45周年記念ですから、オーロラサーモン堪能しようかなと。じゃあまずはちょっとわさびつけずに。うわ、ちょっとこれもうネタがすごいでかいただきます。うまっ。ネタがすごい厚切り、脂乗ってて、サーモン独特の甘みもあり、シャリの具合もいいです。でちょっとこれわさびをつけまして、これは辛いんじゃないですか。大丈夫ですか。ツンとこないわさびで、僕の中で回転寿司ランキングサーモン歴代1位です。うわ、突破の壁じゃないですかあれで俺は忖度してないからねで次はオーロラサーモンのこれ炙りなんだけど、こっちが最強炙りで、こっちが塩炙りかな。渡ってますね、油が。炙ってるから油すごいわ、やっぱ。かつこの味噌の甘みもダブルの甘みが口の中を襲ってくるみたいな。でこっちが塩炙りですね。うん、俺は塩炙りの方が好きかな。こっちの方が好き。うん、俺はね。
ですし、銚子丸さん45周年おめでとうございます。ゆっちもサーモンいっちゃおうか。いっちゃっていいですか。いよいよいよ、ワッキー TV のカメラマンの特権だよ。ワッキー TV のカメラマンでよかった。それ言うと俺が言わせるみたいじゃないかよ。やめろやめろ。ということでいただきます。なんだよ、そういうことで。どうなの。うん、まず、そして寿司銚子丸さん一番人気の中トロでございます。ネタがとにかくでかいです。おネタが口からハマプレスです。うめえ。そして金華しめ鯖炙りです。ちょっとからしがちょこっと乗ってるんだけどね。うまっ。ちょっとね、これね、やらせっぽく思われて嫌なんだけどさ、液体一かもしれない。ただのサバじゃないからね、これ金華サバなんで、うん、あと何がいいかっていうと、ちょこっと乗ったこのからしがね、いいアクセントになるんですよ。サバ炙ってからしで食べたっていうの俺初めてだし、うん、こんだけ俺の中での歴代値出ちゃうとやっぱりちょっとね、店とズブズブだろうって思われちゃうかもしれない。そんなことありませんからね。毎回ね、うちらお店に電話してますからね。そうですね。今から言っていいですかとかね。当店自慢の卵、卵焼き。じゃあ卵お願いします、はい、ちなみにさ、さっき言われたけど、銚子丸の厚焼き卵、過去歴代1位にしてるの。おそう、店内焼きたてのやつ。焼きたてですよね、はい、厚焼きどうぞ召し上がってください、はい、もう湯気がほら、いやもう出来たて焼きたてですよ。めちゃくちゃ美味しそうだな。まあ、ちょっと他の店の名前出しちゃうんだけど、前さ、磯の勝天寿司さ、そこで厚焼き卵食べたでしょ。食べましたね。で、俺の中であれ歴代1位だったんだけど、同率ですよ。同率1位です。並びました。だしと甘みのバランスがいい。だし巻き卵ってさ、ちょっとふわふわしてるのもあるじゃん。でもこれはね、中の蜜が結構濃い、厚い、ぎっしり詰まってるんだよね。めちゃくちゃうめえこれ。チャンネル登録よろしく。貴重な部位。うわー、すごい。ちょうどほっぺたの部分です。めったにこれだけの大きさのものは入ってこないです。マグロ1本につきこちらが2本で、食べてみると牛肉みたいな、それ以上の肉のうまさがありますね。すいません、はい、じゃあマグロの頬肉の、はい、これはあのタッチパネルとかにないからやつだから口頭で。これでおいくらぐらい。462円ですけど、今日は特別に330円、はい、ああそうなんですね。聞きましたか。聞きました。今日は入荷して特別に1貫330円で食べられる。で2貫だと重くなっちゃうから、でも結構脂が乗ってるんだよ、うん、マグロの頬肉入荷した日に来れた人はラッキーですよ。そうですね、うん、さん僕たちもめっちゃラッキーじゃないですか。ラッキーだよ。いや回転寿司でマグロの頬肉の握りが食べられるというのがね、なかなかないですから。脂すごい乗ってるんだこれ。でもちゃんと歯応えも少しあるんだよね。うわ、いいじゃない、うん、うん、お具沢山、中が結構入ってますね、うん、すげえ具沢山だこれ、美味しい。なんかいろんな食感もあって、で島味が来ました。はい、はい、失礼します。こちらあら汁の中盤になります。はい、右から左から忙しいで、俺はこういうチョイスをしたんだけど、あなたまたこれでしょ。回転寿司行ったら必ずポテトフライ食べて、行っちゃいましたこれ。カニスープなんだけど、カニの身が結構入ってて、あとこのとろみがまたいいじゃないですか。いいですこれ、ね、あんかけみたいな感じです。そう、うん、すげえなこれ。カニの風味がもうたまらない。うん、どんだけカニの身使ってんのこれ。でユッチーの汁物はあら汁です。魚のね、こう身が見えちゃってるんですけども、でわかめもふんだんに、あネギもすごいどっさり、めっちゃ美味しそうです。うわちょっと待って、身がでかっ。これあら汁うわ、しかもこれ野菜も具だくさんだね。あ、また身が出てきた。うわ、でかでかでか。うわ、寿司銚子丸さんやりすぎだろ。やっちゃってますよこれ。うわ、そのまま身がやばいってそれ。あら汁の域超えちゃってるよ。これをあら汁として出してるこの寿司銚子丸さん、いい意味で頭ぶっ飛んでるこれ。マージをいただきます。身がブリンブリン。
の塩あるのかな。でさっき来たほらあなたが今回一番食べたそうにしてたやつ、あなたの大好物なサーモンとチーズ一緒になってますよ。これたまんないですね、これは。最近あなた編集頑張ってるからご褒美に、まあ、全部俺が払うんだけど。もう今日全部これご褒美ですけど。ご褒美に差し上げましょう。なんかもう自分で言っててさ、俺何言ってんだろうって。まあまあいいんだけどさ別に。え、本日どうしました。え、マジで本日完売だって。いやちょっと待った、これはびっくりだ、俺初めて。これはもう残念だ。まあただね、もう一個ね俺が食べたいのあんの、これエスプレッソゼリー、コーヒーゼリーも大好きだからよかったよこれがまだあって。危なかった。うん、まあでもちょっとプリン食べたかったけどしょうがない、売り切れだから。寿司銚子丸来れる方は僕らの代わりにぜひプリン食べてください。うまいのかい。うわ、生クリームがねしっかり。これうまいね。あ、うまいよこれ。あとね、まあ、硬いんだよね、あのプリンも硬いのよ。うん、これも結構硬い。いやでもね、7ヶ月ぶりに来たけどすごい進化してるね。最近回転寿司業界というか進化がすごいわ。すごいやっぱり今はね、価格競争もそうなんだけど、それよりもなんかやっぱこう素材の質というか、そっちかな、あと演出とかね。いやでも本当に今回も参りました。本当に美味しかったです。めちゃくちゃ美味しかった。うん、うまい。5000円切りました。意外とリーズナブル。4917円。はい、はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。いやうまかったね。最高でした、ね、さっきも言ったけどさ、もう久々に来たけどまさか回転寿司ランキング俺の中でこんだけ1位が出ると思わなかったよ。かなり更新しましたね、うん、まあ、せめて今日は1個ぐらい出るかなと思ってたけどね。もう寿司銚子丸さんはもううまいのは分かってたから、まあ、ただね最後のプリンが完売でございました。悔しいですねこれは、うん、でさっきお店の方に聞いたら昨日いっぱい出ちゃったんだって、うん、土曜日だね、まあ、今はねこの寿司銚子丸さんの45周年創業祭ということ で今回期間限定のキャンペーンの、オーロラサーモンが、10月の31日まで、まあ、今月末まで で次が11月1日から7日までが本マグロの大トロ1貫で275円という、あと11月8日からは、ミヤビダイ2貫で330円、まあ、他にもいろんなお得なネタがありましたので、まあ、それと今日はねマグロの頬肉、今日特別に入荷したって言ってたから店長さんが、これはもう本当にガチで日によってある時とない時があるみたいなので、寿司銚子丸武蔵小杉店、武蔵小杉駅から歩いて7、8分、新丸子駅からもアクセスできますので、まあ、それと今回最後に食べられなかったプリン、僕たちの代わりに食べに来れる方は、食べてみてください。そして今回のコメント紹介は林チャンプさん、最後のどうでもいい絡みが最近の楽しみになっていますという。俺らが帰る時にあなたが勝手に回してたでしょ。俺は何も許可をしてないんだけどねあれ。じゃあ今日もなんか帰りがたら取り立ち行くじゃん。ちょっとマキさんもちょっと乗ってきてるじゃないですか。いやなんかほらリクエストあるならね。いやそれにしてもさ、あなた千葉県民でしょ。いやそうです。全然ないね千葉県民のなんかお話が。ちょっとマキさん僕もちょっと不安になってきました。銚子丸行ったことありませんとかさ。いや今度ちょっとワキー TV で検証してくださいよ。まあ、またちょっと車でね遠征するときにさ。そうですね、次のターゲットのエリアは千葉、まあ今週ちょっと名古屋行っちゃうけど、うん、で次が札幌かな。そうですね、ちょっと合間見てね千葉も行かないと。千葉来てくださいよ。いや来てくださいよってあなた何も知らないんだから当てのできないでしょう。でユッチーの自宅に行ってね。そうですね、お母さんに俺も挨拶しに行こうかなと思ってるからさ。お客さんなんか変な感じです。仕事でだよ。仕事で、うん、気持ち悪いんだよ。だやめろそういうこと言う。新潟ラーちゃんは文化です。はい、来ました。セルフ感がいいね。こんだけ背脂は、うまっ。ラーメン食べてチャーハン食べてカレーなのに、さらにここで食欲が出てきた。